どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、トシです。YouTube をご覧の皆さん、ゆっくり実況をなかなか出せずに、申し訳ありませんでした。僕の Twitter や、ゆっくり実況以外の動画も、ご視聴いただいている方なら、ご存知かもしれませんが、アニメ、鬼滅の刃にドハマりしておりました。ぜひ知らない方は、検索をかけてもらいたいのですが、鬼滅は、本当に面白く、楽しく、時に悲しく、そして感動するんです。普段アニメは、ワンピースぐらいしか見なく、アニメイコールオタクの見るもの、だと思っていた僕が、ここまで言うんですから、これは間違いなく面白いです。ということでぜひ、鬼滅の刃、一度ご覧になってみてください。以上、年のおすすめ、のコーナーでした。ということで、長々とした言い訳でした。楽しみにしてくださっていた視聴者の皆さんには、大変申し訳ありませんでした。ということで、気を取り直して、ハーツオブアイロン、ゲフンゲフン。ハーツオブアイアンをやっていきましょう。前回は、イタリアに暗い不気味な足音が、忍び寄ってきたところで終わったかと思います。今回は、そんな続きからプレイしていきましょう。現在ご覧いただいているのは、ナポリの危機の瞬間です。必死にナポリを守ろうとしている守備隊と、決死の覚悟で強襲上陸をしてきたイギリス軍。果たして、どうなってしまうのか？ナポリ、陥落です。ダメダメすぎました。これで何連敗でしょう。守る気があるのか、ないのか、わからなくなってきました。しかし、このまま取られたままではいけないので、奪還に向かわせます。奪還しました。こんなにあっさりと奪還できるんなら、初めからちゃんと守ってほしいものですね。と、ここで、首都ローマ近郊で怪しい動きが。首都をあれだけガラ空きにするなって言ったのに、なんで駐屯師団が、一師団すらもいないんだあ。ドイツさん、ハンガリーさん、助けてくれー。その3日後、ローマに帰還したナポリ救援隊。すでに怪しい影は、ドイツさんによって、成敗されていましたとさ。ドイツさん、ありがとう。怖かったよ。ということで、ドイツの働きにより、ローマには再び、平和が戻ってきました。一方こちらは、激戦区のフランス戦線。両者一歩も引かない、そんな死闘が繰り広げられています。いつまでもこのままではいけません。部隊、装備の改変や、装甲部隊の拡充などを行い、事態の打破を図っていきます。必ず勝ちましょう。ここで、第二次世界大戦参戦から、2年3ヶ月経った現在の状況を見ていきましょう。我が枢軸陣営は、弱冠をされ気味の状況です。なんとか戦い続けていますが、戦死者数が桁違い。ドイツ産単独で、687万人の軍人が戦死しています。また、我がイタリアも、戦死軍人数が200万人の大台を突破してしまいました。果たして、いつまで戦い続けることができるのか。今後は、人的資源の面でも対応を迫られそうです。とここで、救世主参上です。大日本帝国が、仲間に加わりました。正しくは、日本帝国でしたが、最強の助っ人に間違いありません。頼みますよ、日本さん。とここで、重大事案発生。鬼畜イギリスさんが、スウェーデンさんに対して、戦を仕掛けてきました。これは明らかな侵略戦争です。平和を乱す鬼は、絶対に許さない。ということで、スウェーデンさんも仲間に加わりました。一体全体、どちらが正義なのかわからなくなってきましたね。ただ、ある程度の陸軍と海軍を持っているので、瀕死の我々からしたら、期待大です。共に鬼を成敗しましょうぞ。全くフランスに攻め込む気のないドイツさん。なんなら、ルクセンブルク近郊、攻め込まれている気もするんですが、我々イタリアの方が、多少は戦えているということなのか、どういうことなのか。ドイツさん、今回は戦線そんなに広くないんだから、もっと援軍送って、山岳ルートから攻略しましょうよ。ねえ。
人のことをとやかく言う暇があったら、自分のところをどうにかしましょう。二箇所からの強襲上陸を受けて、リボルノを含む二つの港が、イギリス軍によって陥落しました。この状況は、非常によろしくないです。敵軍上陸地点周辺の兵が少なすぎます。このままでは、イタリア半島が二つに分断されてしまいます。そんなことになれば、首都ローマ陥落以上の損害も考えられます。何が何でも阻止せねば、恐れていた事態になってしまいました。イタリア分断事件発生。しかし、少数の兵で攻めてきたことで、戦線に穴が開いています。そこをつけば、敵は補給切れを起こし、しばらく動けなくなるかもしれません。しかしそれも、増援が来ない今のうちです。だから、止まっちゃダメだ。イタリアを守るんだ。敵の戦線分断に成功しました。さらに、ドイツ軍の活躍により、港を一つ解放しました。このまま突き進むのみ、やりました。イギリス軍の戦車師団と歩兵師団の、計2師団を包囲殲滅。残る戦車師団1師団も、リボルノに追い詰めました。このまま追い返して差し上げましょう。赤鬼の成敗に成功しました。これで、平和が戻るといいのですが。そういえば、すっかり忘れていましたが、シチリア島は前回からこのままです。だって敵さん、強いんだもん。いつかは奪還しますが、現状の装備や兵力では、とかならぬ、海渡りは厳しそうです。それまで頼むから、歴史的な建物、壊しちゃダメだよ赤鬼さん。さすがにここまで、強襲上陸で痛い目見たら、対策しないわけにはいかないでしょう。兵数の問題が大いにあるので、広い広い沿岸部の全区画を賄うことはできませんか。それでも、考えて考え抜いた結果、最低でも、地中海側の都市や港には、兵を配置することにしました。これが少しでも、意味のあるものになってくれることを、祈るばかりです。そこへ早速、敵襲です。沿岸防護隊を置いておいて、本当に良かったです。このまま撃退してしまいましょう。見事、撃退成功です。この初成果、素晴らしい限りです。ここで、ローマのお隣、港のあるアンティオに、赤鬼が迫ってきました。しかしここは、首都の間となり、そうやすやすと取られはしません。戦車師団2師団が、赤鬼さんに猛威を振るいます。この活躍で、無事に撃退に成功しました。とここで、救世主スペイン様が、援軍の増援を決定してくださいました。2師団の増援です。我々イタリアは、現在、陸軍再建計画真っ只中。実際問題、半島の沿岸防衛を、地中海側の、それに、一部区画に限って、ほぼ1師団ずつしか置けていない？そんな悲惨な現状から見て取れるように、全くもって、兵が足りておりません。つまり、1師団でもプラスされれば、それだけで万々歳なのです。その現状を心配してか、こうやって優しく、我々イタリアを見放さずに援軍を送ってくださる。本当に、スペイン様様には、頭が上がりません。一体今まで、どれだけ助けてもらったことか。スペインさんがいて、本当に良かったです。ここで、そんなスペインさんを、少し覗いてみましょう。安定度と戦争協力度が、まさかの 100% となっています。あの国内を二分する、関ヶ原の戦いのような内戦があった、そんな国とは思えない安定度ですね。我々イタリアも、長らく、イギリスさんにシチリア島を奪われているので、国内が二分していますが。まあ、なんとかしましょう、そこは。それよりも、義勇軍を送っている国一覧、見てくださいよ。こんなに多くの国に、援軍を送ってくれて。しかもそれ、全部枢軸国なんですよ。もう、スペインさんも、枢軸国の仲間同然ですね。ということで、今回はここまで。次回は、新加入の日本さんが、ある意味暴れてくれたり、赤鬼こと、イギリスさんが、
もう少し暴れてみたり、またまたイタリアに、窮地が訪れたりします。ぜひ次回も、お楽しみに。ではー。